はい、皆さんこんにちは、デイです。ただいま京都駅に来ております。目的は後で話すんですけど、レンタカーまで時間があるので、ちょっと腹ごしらえをしようかと思います。かわいいカレーうどんね。おお、カレー出てきた。京都府舞鶴市に来ております。ここはひいおばあちゃんのお墓があるので、そのために京都に来ました。お墓参りが終わりましたので、舞鶴といえばお魚が有名ですので、たっぷりお魚を食べてタンパク質を補給していきたいと思います。行きましょう。トレトレセンターっていう一番の海鮮市場が5時まででした。食べれなかった、悲しい。道の駅でも行こうかな。ここからぐわーっとして、今ここ京丹後パーキングエリアに来ました。お腹減ったな。なんかあったけど、はい、本当に何もなかったのでゆで卵だけ買いました。あとは京都駅に戻ってからお魚とか食べたいと思います。お外にうなぎりが売っておりました。うなぎりゲットです。おにぎり2個分ぐらいある。これ眠くなるな。さあ京都駅に戻ってまいりました。こっちは球場側の裏通りなんだけど、ご飯屋さんを探してたらね、見つけましたよ。もはやこの店が筋肉なんじゃない？おはようございます。今は朝の8時半ぐらいです。やっぱね、旅行中もトレーニングは欠かせないので、これから近くのジムに行っていきたいと思います。これめっちゃいいよね。よく使います。これがあるとね、移動がすごい楽です。
はい、そして旅行に来て欠かせないのが、なんといっても楽器屋さんですよね。着きました。渡辺楽器さんです。なんか、いい出会いがあるかもしれません。見ていきましょう。やばい、タイラーがこんなに置いてあるの初めて見た。タイラー実物であんま見れることないから。え、やば、やばいね。